親しまれてきたけど、実は人なんだ。え？そのつけっぱな取れるの？このゴムの跡はゴムだったのか。まさかつけっぱなだったなんて。みんなごめん。おかわり。はいはい。たくさん食べて。すごい告白をしたよ俺。実は私みんなに隠してたことがあるの。どうしたんですか突然。私実は部屋でこっそりペットを飼ってるの。え？俺というものがありながら。お姉ちゃんだけずるいや。本当だよ。どこからかしらどういうことだ。いいでしょ。一体何を飼ってるの。川島直美たちにいろんな服を着せて飼ってるの。明日川に捨ててきなさい。やだ。川島直美を川に捨てるなんてやだ。わがまま言うんじゃありません。私の分のワインは半分川島直美たちにあげるから。で、炭酸をきちんと大室に連れていくから。よもよも困ったわね。ねえお願い。約束できるか。いいのお父さん。もうお父さんたら娘に甘いんだから。僕も照明が当たってない川島直美が見たい。いいよ、やったー。うちには川島直美がいるのか。実はお父さん、みんなに言わなければいけないことがあるんだ。どうしたんですか、お父さん、また急に。そうだよ。実は父さん、母さんなんだ。おかわり。はい。おいおいおい。なんだお前、すごいだろ。実は私、みんなに隠してることがある。母さんなんだよね。どうしたんですか、突然お行儀が悪い。いやいや、私、実は AKB の一員なの。AKB だと？そんなのお父さん許さないぞ。どういうことか説明してみなさい。許せる範囲だよ。お母さん、お父さん、私が AKB を大きくしたいの。お願い、秋元康としての活動続けさせて。なんつったあやろ。芸能界がどういうところか分かってんのか。なあ、そんなのお前が考えてるほど甘くないんだぞ、秋元康は。お父さん、私たちが娘を応援しなくて誰が秋元康を応援するっていうの。仕方ない、早く48人揃えなさい。お父さん、お母さん、母さんって可愛い。おばあちゃん実はみんなに隠してることがあるの。どうしたんですかおばあちゃん。おばあちゃん実は人造人間なの。ご覧テレビを。ビ NHK、 ビ日テレ、ビ TBS、 ビフジテレビ、ビ中野ケーブルテレビ。おー、またもリモコンじゃねえかよ。早くしててごめんなさい。どうりリモコンが良くなくなると思ったわ。でもね、おばあちゃんがみんなのおばあちゃんっていうことだけは忘れないで。そうだな、それはそうだよ。うん、大丈夫だよ。うん、ビ、あ、ちょっと中野ケーブルテレビから変えないでよ。東京ビタミン寄せ見てたのに。ごめんよ。みんなごめんなさい、隠してて。おいおいおい、お母さん実は黙ってたことがあるの。お母さんまで？このタイミングだから言うんだけれども。まだ7時だぞ。そういう問題じゃねえだろ。実は私とお父さん、お母さんの間にはブラックホールが存在するの。もう意味がわかんないよ。隠しててごめんなさい。道理で最近物がよくなくなると思った。みんなこの間には気をつけてね。オーマイゴッド。どうしたんですか突然。総理、実はアイアム、みんなにリーズ、隠してたことがあったんだ。これ変すぎだろ。我が家は隠し事は禁止だぞ。もしかしたらこの喋り方で分かってしまったかもしれない。分かんねえよ。サプライズかもしれない。なんだよサプライズって。サプライズ。俺、実はロンドンだったんだ。もうイギリスの人になっちゃったよ。あーイエス、アイアムロンドン、ビコーズアイアムインド、オーマイジャップ、ソーリー、アイムラビング。意味わかんねえこいつ。なんなんで今まで隠してたんだ。ヘルプミー、ヘルプミー。なんで助け求めてんだよこいつも。困ったね。困ったとか問題じゃねえだろお前よ。実はお父さん、一つだけ隠してたことがあるんだ。2個目だよ。お父さんですか、突拍子もない。実は父さん、いや元父さん、元キャンディーズだったんだ。3人いるけど
どれなんだよ。右から4人目だ。3人さ普通の女の子に戻れた。普通ではないけど、長かった。お父さん減ってるからだろ。おめでとう、おめでとう、おめでとう。何の話だよ。ありがとう。みんな聞いてくれ。どうしたのポッチ。実は俺犬なんだ。え、何言ってるんだ。お前は犬なんかに見えないぞ。そうよ、ポチはずっとうちの家族だったでしょ。ポチが犬なんかのわけないわ。母さん、いいか、ポチが何であれポチは家族の一員だ。新母さん、おめでとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。え、一本締め。